こんにちは、レジャー木村でございます。まあね、とりあえず解除、全国的に解除、解除と言ってますが、まあ、なんでしょうかね。いろいろと意見はあると思うんですよ。政府の言ってることに関して。だってね、僕みたいにね、本当は、カラオケ動画上げたい人は上げられないんですよ。まあ、そういうことね。カラオケがオープンさえすれば話は別かもしれないと言いつつも。わかんないじゃないですか、これ。それこそね、おいそれとカラオケ屋行ってさ、病気にかかる、そんなバカな話ないからね。まあ、これが俺がね、仕事だったらね、そのカラオケに行く仕事であればね、これは行かなきゃならないという、理由はある。でも俺は素人。だから、素人である以上さ、そんなバカなことしないよ、そんなの。だからもうそういう雰囲気っていうかな。ちょっとだからもうカラオケ動画を上げてる人が増えてきてるんであれば、上げる。無理はしない。とりあえず。そうじゃない？やっぱ今後のこと考えたらわかんないけど、まあ、俺はちょっと様子見るかな。別に俺、カラオケ一辺倒じゃないしね、こうやってやってるから。とりあえずもう動画は上げるよ。上げます、動画は。上げさせていただきますんで、よろしくお願いします。ではですね、今回、まあ、ついこの間上げたお題ですね。それの、いきますよ。結果表ですね。これです。これ、誰だという 話かもしれないけど、去年、大変ながらお亡くなりになった中村福太郎さん。誰って話だと思うんですけど、僕とかの、ユニコーンつけない人から見たら、有名人です。実はこの写真ね、CD のジャケットなんですよ。これがジャケットなんですよ。それも名盤のユニコーンのね、3枚目のアルバム、ハットリ。これのね、本当にジャケット、本当これなんですよ。もう、表紙がこれ。すごいですよね。まずタイトル、ハットリってほら、これ、ほらほらほら、ね。これ。ユニコーンのハットリって、のジャケットに起用されてるっていう。だから、本当にユニコーンファンには有名な方なんですよ。ハットリっていうね、ライブビデオもあるんだけど、まあ、ビデオ、まあ、昔はビデオだったの、今 DVD みたいな。今、昔はビデオだった。ビデオが、の冒頭にね、ニコンのハットリ始めます！始めますっていうのがあるのよ。その方が、もう5分にこうやって出てきてるわけです。で、この方ちなみにね、トビショーでね、まあ、東京の下町あたりで、ね、ご活躍されてたわけですね。というわけで、今回の結果はこれでございます。よろしくお願いします。まず一つ目、いきましょう。ファンキーモンキーベイズ、おい。ファンモンねと思った。なるほどって思った、これ本当に。確かにファンモンのシングルこれだなって。そうだそうだと。そういうことだって、有名人ね。例えば、羽鳥慎一とかさ、マー君？今、ニューヨークヤンキースピッチャーのマー君ね。そうさ、いろんな人がシングルで有名人の顔を使ってるのするじゃない？赤ちゃんとか、それしかね、ミュージックビデオに出てくる主人公の人が顔写真で出てくるやつ。ね、ジャケットでね。これは確かにね、なるほどと思った意味で3。お稲荷先輩さん、ありがとうございます。多分これね、ファンモン好きなんですけど、ね、これ、この発想なかったわ。いきなりさです、これ、本当に。
で、コメントね。はい、終わりです。確かにその発想なかった。大丈夫だよね。ほんとね、俺二人だからね、半分世代より年だからさ、それはしょうがないんだけど、なるほどと思ってて、すごい発想だなと思った。はい、じゃあ次の作品いきまーす。いくつうずらの卵を口に入れられるか選手権、序盤序盤って。序盤あるんだね、ほんとこれ。あのね、これね、序盤がなかったらね、選手権だよって。ただ、序盤ね。序盤ですからね、これね。なるほど。うん。これ面白いな。いくつ口うずらの卵。これでもね、本当にね、皆さんね、知ってるかどうかですけど、うずらの卵って栄養が高いんですよ。卵の、まあ、当然な言い方から始めるけど、普通の鶏卵、卵の大きさと比べたら、うずらの卵ちっちゃいじゃないですか。だけど、そのちっちゃい中に、同じくらいの栄養素が詰まってるだけです。ほぼほぼ。だからね、栄養素としてはすごい濃い、濃密な、ね、そういうやつらしいんですよ。これをね、いっぺんに入れるって、これはね、いやー、俺のようなね、公式決勝にはきついね。まあ、それはいいんだけど。これね、これはこれですね、面白い。序盤がいいね、これ。序盤がいいので、これ2です。はい。くるみもちさん、ありがとうございます。くるみもちさんへのコメントいきましょう。はい。はい、これですね。序盤がミスト。本当ですよね。いや、そう、俺はそう思った、本当これ。序盤だなと。序盤しかないな、それは本当思った。これがなかったら2位にならない。これは本当だった。それでいいわ、ありがとうございます。次行きましょうね。無名の高校が甲子園優勝したらいいなと思っている、本内幸男。誰誰だよ、こいつ。いや、今回なんか、これね、本当にね、今回ね、レベル高いんですよ、自分的には、なかなか。なんで落ち着かないんだろう。なんか惜しいな。でもこれね、ちょっとね、ニッチだなぁ。ちょっと狭いかなぁ。甲子園優勝したらいいな。だから、その、あれでしょ？例えば、北海高校とかじゃなくて、北昇高校でもなくて、ね、札幌宮城とか、そういうことでしょ。さあ、ごめんなさい。完全に北海道ネタだ。いや、ごめん、本当にね、北海道じゃないとね、どの高校で言えなかったから。他の高校知らんもん。まあいいや。北海道の人だけ分かってるよ、今の話は。で、そうだね。本当にいい人たち。どうすっかな、これ。面白いんだけど。いや、面白いんだけど。いや、面白いんだけどね、これね。いやー、これ 1.5 ってあったね、勝ったけどな。ごめん、1だ。高坊さん。高坊、申し訳ない。ちょっとこれね、厳しくて申し訳ない。ほんとこれ理由がある。ほんとに申し訳ない。これもね、これほんと思ってます。面白いけど、本内さんで誰名前がなきゃよかった。ほんとだよ。惜しい。俺的に、ね、本内幸男ってなかったらね、参加にあげれた。申し訳ない。今回これで終わりのはずがない。ね。動画にしてんだから。ね。これで終わるはずがない。ね。実はこれね、このお題もう一個作ってます。こちらご覧ください。これです。ここの文字注目。これをね、足しました。この人誰だっていうね。今回、続きます、まだ。はい。続くんで、もう少しお付き合いください。よろしくお願いします。ってことで、この人誰だ版の一発目、これ。大迷惑か。そうきたか。あれだね、ユニコーンの道具だね、これ。この悲しみどうすればいいですね。ね。マッチの外れでしビズバーってでしょ。これ、このこれね、本当にね、ユニコーンがね、
きになった理由の曲なの、これ。あの、前奏のね、イントロのね、あの、ギターのリフから始まって、そっからあの、オーケストラ、フルオーケストラで、ドーンって来るの、これね。これはちょっとね、大迷惑、あ、もし、これは、そうかなってね、これ、リンク貼ろうかなって思ってたけど、これマジで。うん、大迷惑、本当にいい曲だから、これ一回聴いてくださいもんね、知らない人はね。いや、まあ、俺は信じたい。本当に信じたけど、ユニコーンの名曲だから、みんながみんな知ってると、本当に1億人全員知ってる、聞いたことは。知っててほしい、この曲。本当にいい曲だから。うん。ただ、大迷惑、この作品自体はね、なるほどというか、なんていうか、個人的にはね、仲間というか、さんとかなんだけど、何と思ったったらいいんだけど、いや、よし、よりからこうです、申し訳ないけど、これはもういいや、で、こうじさん、ありがとうございます、これですね、ユニコーンを多少なりとも知ってるから、ということで、お前甘いだろって言われはしないけどね、ほんとこれ、嬉しいんだ、要は、嬉しいんだ、うん、あの、ウェブに出てきてからね、ユニコーンに対してね、なんかこう、特にツイッターの時にね、なかなかね、ユニコーンのツイートしてる人いないんですよ。寂しいんだ。うん。はい。はい。ということで、次ですね。これはおすすめします、これ。ファンモンの違法手腕。もうまた出たね。いや、ほんとそうだよね。さっきもそうだけど、ファンモンね、そう。さっきと違うから、今回ちょっと、これはね、今日、共感する3にします。うん。挑戦者さん、ありがとうございます。挑戦者さんってなんか前、どこに見たかな、なんか、でもこの人意外と、これ見るな、この人ね。うん、ありがとうございます。そう、これ、障害者、本当に、本当にこれね、さっきもそうだけど、さっきのあれでもそうだけど、反応だねって言うんだよね、本当にね、自分の中でもね、嬉しい気づきっていうかね、なるほどっていう。やっぱね、この多分ね、この方作業されてね、若いな、きっとね、俺より10個ぐらい若いと思うんだよね。30代かな多分ね、俺でもね、ファンモンはね、やっぱね、ケミちゃんが好きだったね。ケミちゃんが後ろでなんか、あの、手を叩いてる。あの、DJ をできないのに、選手の存在感だけで生きてきたからっていうね。いや、あの人だってさ、ミュージック業界からさって、まあ、この本人は、もともと坊さんやるつもりだったっていうけどね。まあ、でもね、そういう人生なんだろうけど、やっぱね、惜しいね。キャラクターが濃い人がね、いかに大事だったか、ことがよく分かった。何言ってんのね。あの、察してください。次行きましょう。孫が来るから、床屋から帰ってきた農業を営む、榎本明の兄さん。似てる榎本明。似てるマジで、お兄さん。お兄さんにも見えないんだけどな。おもながだから。そういうこと？おもながってだけの話かな。いやでもこれ、えもっちゃんに見えないでしょ。これ。えもっちゃんだよ。あの、ごめん。俺共感できないから、ごめん、これ1だ。ごめん。ホットクソさん、ありがとうございます。ああ、前も言ったな。ありがとうございます。ホットクソさんね。ほんとこれね。ごめん。なんかごめんね、これ。ほんとに。これね、共感できないんだ。共感するところが一個でもな。農業を営むっていう、これ細かいところ持ってきたけど。いや、くそダメだ。ごめん。そういうことで、はい、許してください。次、ニキビ潰したら出てきて目が。気まずいなぁ。気まずいわ、これは。だってニキビ潰してさ、一人でこう、なんつうの、例えばその、寝てる車待ってね、座ってね、サラリーマンが誰か座ってさ、こう電車で待ちながらこうね、気まずいでしょ？それこそ、まあ、人によっては、まあ、それこそね、さあ、おいじってる人もいるだろうしね。じゃなくてさ、もうなんも言うことなくて、ただ座ってるだけでしょ。
とりあえずなんか2機があったからスルーしてる。そしたら、ああなんかあったなんかやだなスルーしてて、そしたら例えばそうだな、プラットフォームの向こうにいる若い女の子のメガンとかそういうことだった。これはもう気まずいわ、気まずいな。どうすかこれ。いやでもそっか、3ニックのネームさん、ありがとうございます。この前もね来ましたね、ありがとうございます。コメント面白いこと、共感共感だねだね共感だねはいほら本当面白かった。次ですね、顔長族所長って。今回これレベル高いね、これね、面白い感じで、面白い面白い、顔長族所長誰だよ顔長族、誰だよ。いやいやいや顔長族ね、ごめん、いいだこれデレクジータありがとうございます。デレクジータですね。顔長族どうしようかなと思ったところなんだよ。全面的に共感するか、いや、どうしようかな。だから、ガールズトークだと、いそう、確かにいそうってなるんだよね、これ。流れ的に。俺、別にガールズトークするわけじゃないから。ガールズトークはしないんだけど、いや、どうしよう。これは、顔長族。顔長族っていうか、関西出身じゃないんで、これだってどこの部族だよとかだったらさ、多いじゃんね、だよだとなるとさ、ってなるからさ、これでいいかな、どこの部族やねって感じですね、はい。いや面白いんだよ、面白いの、面白いんだけど、なんだろう、面白いけどいいとかじゃないんだよっていうことで、ほら、よくあるでしょ、ほら、金持ってるからっていうわけじゃないみたいなさ、ねえ、そういうこと、女性のスタイルが良ければ何でもいいわけじゃないからな、って感じでしょ、そういうことなんで、はい。次、これで最後なんですよ、これで最後です、はい。ポリグリップのモニター上ビキンされた人、多分ね、それってね、あれなんだよ、ビキン採用されるってことは、それなりにね、だから説得力があることを言えるんだよ、きっとね。例えばそうだな、ポリグリップだから、まあ、俺はこの年は使ってないけどね、ポリグリップだから、そうだな、まあ、使用してみて、それこそ、歯の中に何か異物が入ってくるような感覚がまるでなく、他のところのやつを使ってみたけど、ポリグリップさんはやっぱすごい。ポリグリップさんが一番ね、使いやすいですよね。だから他のを比較するとかさ、他のも使って、例えばタフレットとか、タフレットじゃない、タフレットじゃないね、タフレットはあれか、洗う方か、まあ、そうだから他の同じようなものを比べたら、ポリグリップだと、まあ、本当に隙間にね、入らないよっていう、他と比べるってことは確かにね、採用されやすいと思うよ、本当に。まあ、これは個人的な意見ですよね。まあ、聞いた話、あくまで聞いた話。っていうことがあるらしい。やっぱ比較って大事。本当に。これとこれは A と B で、A の商品は、この A の商品に対して、A の商品はこういう長所があります。だから素晴らしいっていうことは言えるのがいいらしい。っていうことで、このね、作品的にね、そうだなぁ、ポリグリップのモニターで試験採用される人だといいな。中心サイダーライガーさん、あ、前もいただきました、ありがとうございます。じゃあこの人コメントね、はい、これだといいなって希望的感覚ということですね、はい。まあこんな感じです、はい。で今回は以上ですね。ちなみに BGM、ね、BGM をもう一個作りました。もともとタイトルは、芸術です。この芸術って曲は
同僚にね、なんかその踊れる曲、ヒップホップダンスを作れる、踊れる曲にっていうリクエストがあって、ことごとく断られてました。もう3曲作れ作ってんだけど全部ダメって。これキョンコブンが3曲目で、2曲ダメだったけど3曲目で今回ね、なんですけど、3曲目、ね、もうとりあえずキングヌーみたいな曲作ってくれって言われて作りました。どうですかね、キングヌーに なってますかね。まあいいや、あくまでこれ聞き流す用なんで適当にスルーしてください。それでは、今回のもうトップ賞ですね。トップ賞どうしようかなこれな。今回トップ賞のね、候補結構あるんですよ実際。うん、星一番なのはね、これですよ。三門の広島。まあ、多分ね、多分ですけど、まあ、僕は、多分ね、今回、これがいいなと思ってます。なぜかって、やっぱその、共感。あのね、同じやつだと、さっきね、あったやつ。これ、このね、タイトルとして、作品としてはこれが好きなの、本当に。パンキーホキュービーズ。お前、おいでしょ、これ。おいや、ちょっと。いや、この方ね、ほんとね、若々しかったんですよ、もともと。ユニコーンの大迷惑の、歌ってる、ね、エルヒットでね、歌ったことがあって、その時にこの方出てるんですよ、一緒に。今、共演されてるんですよ。で、その時にその曲名をね、大迷惑なのに、ユニコーンのハットリッチ言ってたのに、その時に、見たんだけど、あ、どうしよう、67歳なんですよ。67歳に見えないぐらい、まあ、思えないような若々しさがあって、まあ、いろいろ好奇心があるから。ね。なんですよ。お言わないな、ってことで、今回の、トップ賞、関門の表紙番、お願いしましょう。はい。おめでとうございます。はい。今回ね、まあ本当にでもね、面白かった今回。マジで今回面白かった。本当ね、レベル高かったからね、いろいろとなんかね、手当たりしてね、面白かったやつ1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うん。で、本当に面白かった、マジで。ありがとうございます、本当に今回は。まあ、いつもありがとうございます。今回特に本当にありがとうございます、本当に。面白かった、本当に。ってことで、今回はこれでお開きですが、次回、ですね、一応今回ねもう決まってるから、今回ね珍しく次回これです。これなんですけど、近いうちにね、これにもう一個ね同じ写真で文字をプラスしたやつをお上げますんで、これも Twitter で発表します。はい、もしよろしければ、レジャー木村の Twitter ですね、検索していただいて、ぜひともお願いします。はい、ぜひともね、お題をくださいよ。ちょっとね、構ってください。皆さんからの作品が、滞っちゃうと、動画上げられませんので、本当にそこだけは思って、ぜひともね、よろしくお願いします。もう何でもいいんで、本当に。もう下ネタやだと言ってる。もう何でもいい。何でもいいからください。本当に。ぜひともお願いします。ということで、今回ありがとうございました。レザー、木村でした。次回、こちらの写真、リミックスしたやつをあげますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもです。